はい、皆さんこんにちは、 SDWINZ のマサです。今回ご紹介する楽器はこちらになります。じゃーん、キャノンボール。台湾製のメーカーがぐん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 と伸びておりますけれども、その中のね、まあ、一番メジャーな部類の、楽器メーカーなんじゃないでしょうかね。スムースプレイヤーもね、ものすごく多くの方が、こちらを使用しております。例えばジェラルド・アルブライト、エリック・ダリウスやエラン・トロットマンなどね、あの超一流プレイヤーがこちらの、楽器を使用しております。セプタというモデルがありまして、それがあのミドルクラスなんですけれども、こちらがそのセプターというねモデルになります。かなりね、あの見た目インパクトありますよね。チャラーい感じ、この黒に、銀というね、ものすごく目立つ感じですね。結構このキーガードとか特殊じゃないですか。肉抜きされてないですよね。キーガードは全部このようになってますね。そしてこれかっこいいですね、支柱ね、ここにキャノンボールのロゴがね、あのあって、ネジもねちょっと特殊でね、こういうフリーメイソンみたいな。ビジュアルはね相当いいと思いますよ。ステージなんかで絶対光がねこうパッと当たったらすごいキラ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 してかっこいいんじゃないかな。ジョイチはビッグベルというものが採用されていたりとかですね、もう一個ネックがついたりとかですね、この部分にストーンがねついてたりとかね、そういうところがあの仕様で違うらしいんですけれども、ほぼねあとはジョイ機種と一緒ということで、まあ、ミドルクラスでも相当あの作りがいいと私は思いました。ただやっぱりあのものすごくこうヘビーな感じがしますね、まあ、なのであのマウスピースとの相性次第かなというところだと思います。セオマニーとかですね、そういったあのマウスピースであれば、まあ、全くあの問題はないと思いますので、ぜひあのハイバッフルのね反応のあの早いタイプのものを合わせて使用していただけると、キャノンボールはものすごく生きるかなと思いました。私はもうちょっとここのパームキーが下だとありがたいなとか思ったんですけれども、アメリカのねメーカーさんなので、まあアメリカ人のね手の大きさに合わせて作ると、まあこういう風な感じになるのかなとか、大きめかな、こっちの右手が特にね、はい、なのであの手の小さい人はちょっと一回こう試奏してみるといいかなと思いますね。まあ音程とかも取りやすいですし、フラジオなんかねすごくいいですしね、バズが乗った感じのあのチリチリした音もあの出るので、すごく私は、好みには合ってるかな。こちらもね楽器購入する際の、一つ候補に加えていただければあのいいかな。特にあのスムースとかフュージョンとか、そういったあの音楽を演奏する上では結構力になってくれる楽器メーカーだと思いますので、ぜひ試してみてください。ということで、またね。